べたいけど、ちょっと、お高いわよ。お高いでしょう、それは。カニしゃぶ食べたい。そうだよ。すごい前のやつ掘り起こすけど、モンハンでさ、カニ道楽、ペコ先輩がおごってくれるって言ってないやつ。ペコラ、カニの唐揚げ好き。カニの唐揚げ、くとか。唐揚げ、カニコロ食べたことない。あのさ、カニコロ知らんぞ。カニ道楽あるじゃん、カニ道楽で。あそこでね、カニの唐揚げっていうのがあって、食べたら、やばかった、今度食べてほしいレベルで。カニの唐揚げまで。ごちそうさま。ごちそうさま。え、おごる流れ、これもしかして、いつも。打ち上げですか、打ち上げ。え、カニ道楽いいなぁ。いいの、ペコラ。ありがとう。ありがとうございます。何このおごる流れ。初めて行くから楽しみだな。初めて。怖いってことなんですけど、ごちそうさまです。一度おごるなんて一言も知らないよ。怖いってことなの。3人が君の敵だから。全員ペコじゃねえかよ。こっちが勝手に、やったーおごりだーっつって言っただけのやつ。思い出した、そう、カニの唐揚げの話してて、カニの唐揚げって食べたことないもんな。さっきあったよね、メニューに。カニ唐揚げ、カニ唐揚げコラボ、なんだそれは。なんだそれは。でもなんか、その、ペコラ先輩って、あんまりなんか、こう、ご飯食べに行くみたいなイメージがなくて、そう、から、なんか、お誘いできん。小よりが臆病だから、なんかご実家だしね。そう、なんか、ね、あんまないよね。ご飯食べに行ったエピソードを聞くことが、どうなんだろうね。食べたいという意思はあるのか、本当になんか別にって感じなのか、気になる。なんか前もさ、マリン先、あ、マリリシャがさ、マリリシャが、例えば、マリリシャ宅で、ペコラ先輩とオフやったとして、家にすぐ帰るって言いそうって言ってたもん。マリリ、一番さ、近くにいる3期生のさ、マリリシャがそう思うってことは、もうそういうことだろうな、みたいな。コラボ終わったら、じゃん!お疲れペコ!ってなる、イメージがね、勝手にある。どうなんだろうね。ね。こう、行けたら嬉しいけど、なんかあんまり、こよりはね、もう、いつでも、どこにでも行きたいタイプなんだけど、家も大好きなんだけど、こう、外も好きで、とかなんか、新しいさ、ことをやってみたいタイプで、なんか外でも新しいお店に行ったりするのすごい好きだから、だからこそ、自分は好きだからこそ、あんまり、ノリノリで行くっていうタイプの人以外、あんま誘えない、臆病者なんですよね。迷惑になっちゃうかなとか思うから誘えん。声かけるだけはただじゃねえのよ。失うものがあるかもしれねえのよ。あ、ハグもノリだからノリ。そう、あれはマリリシャと一緒に話していた時に近くにいらっしゃったからっていうノリがあったからだから。自分からは言えんかったよ。こよこや。こよここよここここ。